パーシピアの池田と申します。よろしくお願いします。バリアントコーリング02ということで今回その紹介させていただくんですけども、内容そのものは昨年のものと同じです。で今年の今現在登録されているピタゴラギャラクシーのバーチャルマシンにはバリアントコーリング02が搭載されているんですけれども、これをそのまま利用していただこうとしても動かないので、でそのための、お話を少しさせていただきたいと思います。でまずこのツールが何を利用しているかというと、もう皆さん、普段使ってらっしゃる方はごく親しいツールかもしれません。 BWL というマッパーとピカードという、スイスアーミナイフみたいなツール、それからジノムアナリシス TK というブロードインスティテュートで作成されているバリアントの検出のためのソフトウェアです。でこのワークフローを実際実行していただくとこういった画面になります。でそれぞれの細かいところは、実際に動かして見ていただければと思いますが、内容としては今ここに表示しているような、形になっています。入力のファイルとしてはマッピングされた BAM ファイル、それからその、ターゲットの領域を指定するベドのファイルが指定されている。でそれをここのような手順に従って最終的には VCF ファイル、バリアントコールフォーマットという ここにバリアントが存在するよというファイルが出来上がってくるというものです。バリアントコールの部分についてに関しては、おおむね私の直前の新海さんが説明されていたような内容とほぼ同じのものだとお考えください。で、現在そのピタゴラに登録されているこのツールどうして動かないのかというと、実はその GATK というツール、これは 1.6 とか 1.5 の時はオープンソースで誰でも自由に使ってくださいという形だったんですけれども、バージョン2以降は基本的には、アカデミックには無償、ノンプロフィットにも無償だけどコマーシャルユースでは有償になりますと。それから GATK そのものを、入手するためにはブロードに登録をして、メールアドレス等を登録をして、ユーザー登録をして、それからダウンロードしてきてくださいということになってます。でそうすると、この実行イメージそのものを、ピタゴラギャラクシーの VM の中に含めて提供させていただくことができないので、で、こちらの方法でこちらでは、実行イメージを一旦ピタゴラギャラクシー上のツールを使って登録していただいて使える状態にして、そこからご利用いただくという、ワンステップ必要な形になっています。で実際にどうするかということなんですけれども、最初に考えたのは、実行形式のファイルをターコンプレスして、圧縮して、それをそのファスターファイルとか、先ほど、午前中の部でやったみたいにそのサンガーのシーケンスのファイルみたいなもの形式のデータで登録していこうと。でそれを取り出して展開してあげると実行形式のファイルを使えるんじゃないかと思ったんですけども、これは実際うまくいかなくて、ターで、固めてあげても、途中で開業コードが入っていると、ユニックスの開業コード、 MS-DOS の開業コード勝手にコンバージョンしてくれるような仕組みでバイナリー形式のデータ壊れてしまって、登録しても使えないということが分かりました。でしょうがないので、まず GATK のバイナリーそのものをダウンロードしていただいて、Linux や Macintosh の場合は今ここ書いてありますけども Python のプログラムで、一旦テキスト形式の UU エンコードという形でテキスト形式の形に直して、でそれをGATK、ピタゴラギャラクシーの、特別なツールを作成して、GATK の実行形式をテキストにしたものをアップロードすると。で、このツールの中で、テキスト形式のものをもう一回バイナリーコードに戻して、で、ピタゴラのバーチャルマシンにバイナリーコードを登録するということをしています。そもそもなんでこんなめんどくさいことをしてるのかという話になると、最初の目的としては、このツールをダウンロードしてきていた、このツール、ピタゴラをダウンロードして、皆さんのところでそのまま簡単にお使いいただけますと。で、ただ、バイナリーで自分たちで配れないものがあるので、これはバーチャルマシンにログインして、
直接インストールして使える形にしてくださいと。だけどよく考えてみると、そのバーチャルマシンの Linux のシステムにログインして自分で環境設定整えて、で、バイナリーのコードをそこに置いて使えるということをしたくなかったり、やれなかったりするので、そういうことをしてなかった。でそういう人たちでも使ってもらえるようなものを目指そうということを目指していたので、まあ、バーチャルマシンに直接ログインして登録してもらうのはなしだよねと。そうすると、まあ、今回みたいなこういった手順をして、まず第一段階、自分たちで配れないツールだけれども、それぞれ個別にダウンロードしてもらえればそれが使えるようになりますよというようなことで、皆さんのところにお届けしようという意図がありました。で、実際ツールのインストールもそんなには難しくないと思います。一回コマンドラインを叩いていただく必要はあるとしても、実際にその後はピタゴラギャラクシーの中で面倒を見ることができます。で、ところでこれってどうなんでしょうと。で、まずダウンロードしていただいたツールは本当に同じものですかと。 GATK 一つとっても実はバージョン 2.8、3.3、3.4、3.5、 もうじき 4.0 出てきますけれども、そういったことで実際に皆さんがダウンロードして使っていただくときには実は違ったバージョンのツールを使っている可能性があります。でしかも異なるバージョンを仮に登録しても大抵の場合動きます。ほとんどのパラメータは同じなので、だけど再現性は問題があります。同じツールじゃないので別のバージョンの GATK を使ってもらうと、ピタゴラでいや実験の再現性がとかって言っているのにもかかわらず、アップロードした内容によってそもそもツールによってそもそも解析結果が異なってしまうと。本当はこれ困るよねと。それから容易に利用可能ですかっていう話なんですけど、マシン上でこのコマンド叩いてファイル作っていただくのが容易だと感じる方には多分容易だと思いますけど、容易だと思う方手を挙げていただき、 2,3% って感じですかね。でそうするとやっぱりそのピタゴラで皆さんに入れていただいて、例えばノートみたいな環境でも動くし、同じものが大きなサーバーでも動くよっていうのを実現するのはちょっと難しいという話になってしまう。でこれをまあ解決するということで Docker というテクノロジーがあります。今現在のバーチャルマシンは Docker の対応する環境載ってないでしたっけ。ですよね、載ってる。で、2.6 からか、 0.2.6 0.3、 0.3 系で、それってまだで、すいませんちょっと内輪の話してしまいます。で Docker というテクノロジーを使いたいと。で Docker というテクノロジー実は最近そのピタゴラの、ミーティングの中ではかなり脚光を浴びていてですね、ですごくいいものなんですけど、どう説明しようかなっていうのがちょっと、困ってるんですが、料理作ってもらおうと誰かに頼んだとしますよね。で、美味しいもの作ってほしいんだけどっていう。でこれちょっとキッチンがあって、でもそんなこと言っても自分のところには道具ないよと。で、いやちょっとリフォームしてあげると。リフォームしてあげるからその間このキッチン使って調理してよと。でこのキッチン使うとこんな素敵な料理ができる。でこんな素敵な料理作り終わったらもう一回リモデルして環境をもっと戻してあげるから。で Docker って基本的にこういうテクノロジーなんですね。さっきのキッチンの例えで言うと、キッチンそのものの環境をごそっとそのツールが必要な時だけコンピューターの中に作り出して、終わったら元にすっきり戻してあげると。そうすると他のプログラムには影響を与えずに自分が使いたいプログラムだけその時動かすことができるというような仕組みです。で幸いなことに、ブロードインスティテュートの方でその Docker 化した GATK というものをオープンな Docker Hub という環境の中で配布しています。なので、これもちろん中でツール使うにはそれぞれの皆さんがあるそのコマーシャルでは使えないということは認識した上で使っていただくんですけども、ピタゴラギャラクシーとしてはこれを配る必要がないと。でピタゴラギャラクシーの、
中でこれを自動的に読んであげると必要なツールをここからダウンロードして実行することができるようになります。でそうすると先の、本当に同じツールですか、同じツールです、で再現性はどうですかと、同じものが動くので再現性がありますと、容易に利用可能ですかというこの最後の、Python-C なんとかっていうこれもいらないという、とってもおいしいところだけ取れる話になります。でそういうことでですね、今バージョン 2.6 で 0.2.6 でお配りしているピタゴラギャラクシーの、バーチャルマシンには含まれていませんけれども、今後出てくるバージョン 0.3.x では、こういったことを利用す、こういった Python の、プログラムを書くとかそういったことをせずに基本的に、GATK の実行環境などを、皆さんにご提供できるようになります。こうご期待くださいというお話をさせていただきました。